しくお願いします。今日まあ三直三直と、まあ、決めて明日に、そうですね、はい、ちょっと今日大きいの取ったらあれだったんで必死でした。あの足に関してはどうなんですか、前傾から。まあ、初日よりは良くなってると思うんですけど、はい、まあ、普通ぐらいだと思います。足並み的には、まあ、あのセットで今日は30、30だったんで、乗りやすさとかは特にその悪いことはない。そうですね、乗りやすさだけですね。もう足自体はちょっと調整してるんですけど、いまいちピンとこないですね。でも明日に向けて何かこう作業とかされる予定は。まあペラでなんとかなりそうな気はするんですけど、とりあえずペラ調整で。じゃあその今の乗りやすさを維持しつつ足を底上げしたい。そうですね、はい。今節スタートなんかどうなんですか。地元なんですけど、あんまりわからないですね。見えてないと思います。まあ関東はちょっとずれてる。そうですね、ちょっと思い切っていけない感じですね。最近まあ、今年に入って5月ですか、はい、連続優勝なんですし、はい、リズム的にはそんなに。まあそうですね、初めにちょっとリズムが良かったんで、はい、あれなんですけど、その後ちょっとポンポンとリズム崩してたんで、はい、また上げていきたいなと思います。まあ、前走地の鳴門も予選突破しましたし、はい、またリズムはちょっとこう、またそう地元ということもあるし。そうですね、はい。明日まあ1回乗りですかね、5号艇かもしれないんですけど、はい、その1走に向けてこう何か考えてることは、まあ、勝負がけなんで、はい、まあ、全速でスタート行って集中したいなと。はい、スタートとレースに集中する。そうですね、はい、という感じで、はい、すみません、最後にファンに向けて意気込みを。明日勝負がけですけど、予選突破できるように一生懸命走ります。応援お願いします。レースを担当松本明です。よろしくお願いします。今日は ここで、はい、そうですね、良かったです。足的には今日の前半まではずっと同じペラで来たんですけど、乗りにくかったので、今日の後半から違うペラに変えて行きました。その変えてどんな感じでした。変えてからの方が船の向きとか、はい、握ってからの押した感じとか、はい、スタートの行き足も良かったと思います。じゃあこのペラを中心にと考えてる。はい、はい、これで行こうと思います。はい、まあ、最近ですね、はい、前走のナルトの時もエンジンが快速に仕立てて、はい、とかありました。はい、リズム的にはそんなに良くはなくて、この間がすごい久しぶりの優勝だったんで嬉しかったんですけど、やっぱりこうペラ合わせていくのだったりとか、エンジン合わせるのが下手くそでちょっと遅いですね。はい、その時にちょっとお聞きしたんですけど、はい、住之江はちょっと、まあ、今まで思い出がないんですけど、はい、今節はまずまず今節はそうですね、まだ、はい、全然いいです。はい、ペラは加瀬さんに、はい、師匠の加瀬さんに、はい、教えてもらったんで。はい、そうです、全部プロペラは加瀬さんが、はい、見てくれてます。じゃあもう先ほどの加瀬さんからでも回っていきます。はい、明日昇格になるんですけど、はい、そうですね、エンジンももう点検したので、あとはプロペラとスタートに集中するだけです。スタート感は本当ですか。大体やってますけど、でもちょっとまだ分かんないです。はい、早く見ます。明日また練習してみて。はい、何かね、はい、準優勝戦に乗っていいレースができるように明日も一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。はい、今日2着3着で、はい、得点もアップしたんですけど、はい、足に関してはどうなんですか。そうですね、足はちょっと落ちてきてるかなって感じです。落ち気味ですか。はい、どのあたりが。乗り心地はあるんですけど、伸びが結構弱くなってきましたね。はい、伸びが、はい、ありがとうございます。じゃあ調整としては明日に向けてちょっと本体も見るかもしれないです、時間があれば。はいはい、
ちょっとあとはプラをちょっととりあえず戻すかで考えます。はい。本日スタート感なんかどうなんですか？スタートははい、いけてると思うんですけど、ちょっともうちょっと届いてないかなっていうのはあります。はい。なんで、はい、まあ、あとは気合で頑張ります。はい、最後に、はい、はい、地元なんで最低でも10位乗れるように頑張ります。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。